新宿ピカデリーは、東京都新宿区新宿3丁目の靖国通り沿いに、ある、シネマコンプレックス。新宿小築映画劇場時代初代、新宿ピカデリーがあった、新宿小築会館は1958年10月28日に、新宿小築映画劇場、新宿名画座、新宿スター座、新宿小築文化演芸場の4館で開業。 1962年8月13日から9月28日にかけて大改修を行い、新宿ピカデリー、新宿小畜のにスクリーンになった。1987年7月、建物内にあった麻雀層を改修して一貫増やし、さらに1992年8月に新宿小畜をに分割して、計4つのスクリーンで構成され、常に、 ヒット予想の高い洋画と邦画を多く上演していた。しかし建物の老朽化などを理由に2006年5月14日で閉館となった。再開発事業は小畜が行い2008年7月14日のカンフーパンダのジャパンプレミアでコケラ落としを行い7月19日に正式にオープンした。地下2階地上12階建てで設計は 松田平田設計が手掛け、大成建設、西松建設、東急建設の3社が共同で施行した。シアター表記は、数字。2011年3月1日、親会社の松竹は、映画工業部門を、ムービックスを運営する松竹、マルチプレックスシアターズに継承したため、同社の経営、運営に切り替わった。2013年8月20日、 小畜は累計来場者数がオープン5周年を迎えた2日後の2013年7月21日に1000万人を突破したことを発表。同社によるとこれはシネコン史上最速での達成とのこと。主に丸の内ピカデリー系列の作品を主体に上映するが、東方系の作品、ドリームワークス系のアニメ作品、ワーナーブラザース系の作品、 アスミック s 系の作品も上映される。丸の内ピカデリーが基本的に実写映画主体の上映に対して、陶劇場はアニメ映画の公開の比重も少なくないことも特徴の一つである。公開初日舞台挨拶の場所になることも少なくなく、チェーンマスターになる作品も年にいくつかのペースで存在する。これは銀座方面のメイン館の一つである陶劇が、 シネマ歌舞伎を独占上映していること等も関係している。また、いわゆる期間限定上映の主会場となることも少なくない。下記にチェーンマスターとして上映された主な作品を挙げるが、必ずしも全てを網羅しているわけではないことに留意されたい。星印は丸の内ピカデリーでも上映された作品。インはいわゆる特別工業作品。 ビル4階にあるシアター1には一般座席とは別に映画館サービスのプレステージを追求したプラチナルーム2室とプラチナシート22席を設置している。プラチナシートは一般席とは別区画のバルコニーに設置したイタリアカッシーナナインク聖のオットマン付き特注布張りベンチシートの座席で上映1時間前から専用ラウンジが利用できる。ラウンジでは ワインシャンパンカクテルなどアルコールドリンクやデザートをオーダーできる。利用料金は鑑賞料込みで一人5000円である。プラチナルームは野球場や演劇場のボックスシート VIP ルームに該当する設備でプラチナシートの両端に設置された個室越しでホームシアターをしのぐ環境で鑑賞できることを売りにしている。個室には イタリアカッシーナの高級革張りソファオットマンと専用サラウンドスピーカーが置かれており、プラチナシートのドリンクメニューの他キャビアやドンペリニオンをベッドサーブすることができる。また、上映1時間前よりリラクゼーションルームが利用でき、ウェルカムドリンクとしてブーブクリコがサービスされる。個室ではあるが3名以上や用事連れでの利用はできない。 利用料金は2名分の鑑賞料込みで3万円で、ある。ありがとうございます。